始まるぞどうも海リンです本日はですねちょっと非常に悲しいお知らせをしなければなりませんあの本当にですね年始から不運続きなんですけどまたしても不運が訪れましたえっと端的に申し上げます、えー、この海音ですね制作不能です えーと理由がですねまあこれ説明書なんですけどこのですね F のランナーですねかける ×2 って書いてあるんですよで E のランナーがかける ×2 って書いてあるんですよこの F のランナーがですね実は2のところ4枚入ってましてで代わりに E のランナーが0なんですよつまりえーとこのパーツですね このパーツが丸ごとないと。ですね。まあ、ですので、一応代行業者の方にですね、あのー、梱包間違ってたんで、梱包というか、内容物間違ってたんだけどっていう連絡はするんですけど、まあ、おそらくそんな、なんていうか、商品全部、 変えてくれるとか、そういった対応はもう絶対しないだろうし、そもそも僕もすいません。あの、今までのな長いプラモ人生ですね、ランナーがちゃんと入ってないなんていう経験初めなん,なんですよ。まあ、そもそもすいません。えっ、ー、と、バンダイとかコトブキヤとかのガングしかく、あの、プラモしか組んだことがないんで、はい。あの、組み立てる前にこのランナーがちゃんと入ってるからチェックって実は今まで一回もしたことないんですね。なんでまあ、盲点をお疲れたと言いますか。 でですね、まあ、今後なんですけど、一応、カイナーの制作は、えっ、ー、と、中断します。なんで、他のことをやる、他のものをレビューしていくんですが、まあ、別にその、諦めるわけじゃないです。ぶっちゃけ、あの、説明書通りのカイナーはもう作れないですけど、だったら、あの、他のガンプラのパーツとか使って、ちょっとミキシングってやつですね。ミキシングと言いますか、ま、<laughs> えっと、他のパーツで補って、なんとか、 あの、まあ、時間をかけて形にはしていきたいと思いますんで。はい。なんで、ちょ,ちょっとあの、一旦凍結させていただきます。でも、この、ここまで組んだ状態で、ちょっと、今いろいろですね、えっ、ー、と、まあ、<laughs> レビューしていきたいと思います。まずあの、顔とかすごくイケメンで、あの、色分けとかもほぼされてると思うんですね。で、まあ、一部こういうところ墨入れとかしたんですけど、で、えっ、ー、とですね、パーツのその、 なんか細い部分があったりして、こういうところですね、細いパーツをつけて、で、さらにすぐに、この白か、白くなっちゃうんですよ。で、あの、頭部に至ってはこの赤いパーツなんですが、はめ込んでるだけでここが、えっ、ー、と、白くなっちゃったりしてるんで、まあそういうパーツのか、あの、強度っていうのは、結構低いかなっていう思いますね。可動とかは多分大丈夫なんですけど、 まあそういった、あの、すぐにパーツが白くなるっていうのがよくある。まあ中国玩具全般に多いんですけどね、このすぐ白く白くなるっていうのは。ただ、あの、まあ本当にパーツの、そのクリアパーツの使われ方とかはすっごく綺麗なんで、まあ、完成させたかったんですけどね。はい。あとはもう僕の腕次第で、なんとかいろんなパーツ、あの、かき集めて完成させていきたいと思いますんで。じゃあすいません、今回この辺で。 すごい憧れてたんですけどねもう本当に泣けてきますま今後ともよろしくお願いしますカイズでしたありがとうございました